はい、トリッキングチュートリアル第2弾、今回はなぜかリクエストの多かったガンビです。まあ、なんでガンビのリクエストが多いんかよくわかんないんですけど、別に僕ガンビそんな強くないし、コークスナップぐらいしかできないし、でまあガンビっていうのは基本的にサブウェポンなんですね。使い勝手的には TD とかの方が絶対にいいんで、軸も抜きにくいし、なんかスイングもしにくいし、なんだろう、向き不向きもあるので、なんでみんなそんなにガンビが好きなのか僕はよくわかんないんですけど、とりあえずガンビのチュートリアルをやってみます。とりあえず今のがガンビなんですけど、ガンビは基本的にちょっと縦が強すぎるんで、あんまりポップとかにはいかないですね。みんなスイングスルー一択なところがありますね。あとはまあイルヤがバニッシュグラマスとかしてますね。ガンビはなんかウィップする気違いもいるんですけど、あれはほぼロンダートなんで、まあどうでもいいとして、基本的に使うステップはキャリースルーになるんですね。今僕がやったステップはリダイレクトなんですけど、トランジションか、まあ、大体このフックからこうですね。これをこれがまあメインウェポンとしてガンビを使う場合、運用方法は大体フックからのキャリースルーになります。こうですね。なんかちょっとスイング足の軌道とか取りにくいんですけど、これになります。まあ結構使い方自体はいろいろあって、まああのガンビからいけるトランジションがスイングスルーなだけで、バニッシュとかフェイクコンプから入ったらバニッシュでつなげれるし、まあなんかしてもキャリースルーとかフロントスイングとかセミからフロントスイング使ってもギャンビは行きやすいですね。で、まあ肝心のコツなんですけど、まずスイングでやる技なんですね。側転と一番違うのは、だからダークサイドの側転っていうのは基本的にこうまあ踏み込んだり、まあロンダとかまあ踏み込んだりするんですけど、ギャンビは踏み込まないで、ここ足が前にあんまり出ないんですね。揃える、もしくはまあ引いた方が多分本当はいいんですね。フロントスイング使う技なんで、引いてこのスイング足を利用してやる技になります。順番的には体倒します、左手つきます、ここら辺でフロントスイングが入って、こっからこの手がこう返っていく、こう返っていく感じになりますね。この時に注意してほしいのは、手こうやってつくんじゃなくて、どっちかというとこの手がこう頭の後ろからこう出ていくような感じにすると返しがうまいこと入ります。こっからこうですね。こう、まあ今のちょっとフロントスイング振り遅れたんですけど、でまあ TD ライズと違うところとか言ったか、で足をしっかり振ること、足をしっかり振ることと、しっかりと左手をついてから、左手をつくぐらい落としてから足を振って、振ってからまあ体を返すことがまあ大事ですね。まあそんなところで、バニッシュで行くときにメガになると結構側転風味になって、あんまりスイングの力が強く使えないんで、バニッシュで行くときはフェイクコンプリートにしてください。あえてメガじゃなくてフェイクコンプリートからこうですね、これをやってください。そうですね、まあキャリースルーでやるのがメインウェポンとしての使い方って言ったんですけど、フラッシュポップ時代のガスリーとか、あとなんか名前出てこないんですけど、イスラエルのヤバいやつとかがそれで使ってます。あとはまあ結構 TD ライズと違ってシルエットが結構スタイルムーブ向きなんで、なんか各自で面白い使い方を考案できたらガンビはうまく使えるんじゃないかと思います。まあ僕が結構やってるのはこのラウンドキックからバニッシュガンビとかやるんですけど、まあこういう時はもうこのトランジション自体にある程度の火力があるんで、まあもうポップスワイプとかでいいと思います。あとはまあ本当はバニッシュグラマスとかができたらいいのかな、できないけど俺。もう本当になんかトリプルコークとかいけないこともないんで、使える人は使ってください。ただ一個注意点が、できない人はマジでできないです。これは体が柔らかくないとできないですね。あと一番まあ僕がコツとしてよく意識してるのは、上半身の力は結構抜きます。押すんですけど腕だけです。もう上半身を結構強く使っちゃうと
くり返れないんで、だここは脱力して腕で押し返すだけ。ここはもうダラン、ここはダランってしてひっくり返す。まあ上半身の脱力しっかり、右腕をこっちから持ってくる、体をしっかり倒して1の手を早くつく、あと足を振り上げる、ここがまあガンビのコツになります。終わります。